皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。フォルツァホライゾン4の時間です。さあやってまいりました、フォルツァホライゾン4です。そして自慢のブガッティシロン君が皆様をお出迎えしております。はい、かっこいいですね。イギリス本土を走るのは初めてかなと思いながら、今日はこのブガッティシロンには乗りません。はい、ということで、この美しいこの車のカットを見つつ、まあ前回ね、いろいろと予作カップフォルツァホライゾン4でお礼を述べるのもなんだけど、予作カップ、ご出場の皆さん、そしてご視聴の皆さん、本当にありがとうございました。まあ、出場された皆さんもね、ご視聴の皆さんもドキドキハラハラの展開だったんではないでしょうか。さあということで、ブガッティシロン君はまあこれぐらいにしといて、まあ見ていきましょう。ではですね、今日はまたいろいろと楽しく遊んでいきたいと思います。で、今日なんだけども、マイカーコレクションでね、今日前々から乗ろうと思ってたやつがまああって、そして今日はそれを使ってね、レースに出ようかなと思うんですよ。で、その車が何かというと、ホイールスピンでしか当たらない車っていうのがあって、そのホイールスピンで当たった車がね、1個あるんですよ。最強にかっこいいやつが。そう、フォルクスワーゲンにね、あるんですよ。はい、これ。これね、フォルツァエディションということで、前回ね、この、サンババスは、僕がかなりのカスタムで、まあ、いわゆるゼロ系新幹線みたいな感じでね、皆さんコメントでおっしゃっていただきましたが、まあ、僕が作り上げた、タイプ2のこのサンババスは、こんな感じのね、まあ、あれになってるんですよ。で、今度は、これ、ほら、フォルツァエディションスピードスキルブーストということで、これを今日ね、使ってみたいと思うんですよ。今日これ。だから、ちょっとこれに乗り換えます。今日はこれを使って、この子に乗って、レースに出ますよ。よろしくお願いいたします。これすげえ。すごいね、これ。すごいぞ。はいはいはい。見てこれ。これ車高が。車高がこれ。すごいね、これ。あ、ドア開いた。これね、これに関してはね、全くカスタムはしません。もうこのフォルツァエディションはフォルツァエディションのままね、行きたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。これなんか普通にフェスティバル会場と違ってちょっと見にくいですよね、なんかね。なんか角度が下すぎるよね。上に行ったりとかできないような感じがするよね。だからちょっとね、なんか、難しいかもしれない。はい。今ね、これは、サクジュリアがね、お、ちょっと待って、ナンバーめっちゃかっこよくないこれ。ナンバー何これ、サクジュリアじゃなくて、すげえ。黒地に金。ナンバーも特別仕様になるんだ、これ。フォルツァエディションって。すごくないこれ。なんかすごいかっこいい。いかついんだけど。ブガッティシロンがこのナンバーになってほしいんだけどな。黒に金。白と黒と金だからさ。これ、マフラー、これ地面擦ってんじゃん、これ。ちょっと大丈夫か、これ。はい。ということで、今ね、これ、サクジュリアが今日、ジュリア交通のバスを運行するということで、これね、朝の出庫前点検っていうのを今やってます、これ。出庫前点検。はい。ライト、よし。ヘッドライト、よし。ウィンカー、つかない。これで今日はね、お客さんを乗せてですね、走っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではちょっとドライブということで、ボタンを押してみましょう。うわ、すげえいい音する。さあ、やってきましたよ。ジュリア交通です。ジュリア交通のバス。今日は始発駅、この、お化け屋敷から、ね、39番系統で、レースに出たいと思います。はい。で、今日は何のレースをするかというと、このワールドマップで、まあ、ボス戦とか、この、いろいろとこういうね、エキシビションやっていきましょうって話だったんだけど、これ、ロードレーシングシリーズ、さすがにこれで、スピードスキルブーストがついてるやつで、ダート走ったら偉いことになるから、今日はこのロードレーシングシリーズっていうのをやっていこうかなと思います。これを、サンババスでやるよ。このスピードスキルブーストがついたバスで、バス運転士になって、ここをやりたいと思います。よろしくお願いします。そしてここに目標を合わせて、今日はホライゾンライフ、こちらやっていきましょう。ではね、メッセージセンターから、運試しね、2つぐらいやっていきましょうか。はい、スーパーホイールスピン送られました。じゃあこれちょっとやりましょう。スーパーホイールスピンがあるからもう1個でいいかな、これ。1個でいいかな。スーパーホイールスピン3つもあったんだ。へぇ。よし、行け、頼むぞ、ジュリア。お、サングラスかわいい。おっと、まあ、お金か車。うん。まあ、サングラス可愛いからいいか。さあ、そして、もう一個。一応ね、このスーパーホイールスピンじゃないけど、このホイールスピンを、2個ほど。1個でいいか。1個でいいね。スーパーホイールスピンとね。はい。あー、まあ、フローラルシャツな。またこれは着よう。オーケー、ありがとう。まあまあ、いいでしょう。さあ、ということで、今からね、バスの運転手になって。めっちゃ早い、めっちゃ早い。あー
てめえ邪魔だてめえやろ。よし、オッケー、ジュリアいいぞ今日も。さあ、イギリスのねちょっと風紀が乱れてるから、ちょっとサクジュリアがねちょっとあのちょっと風紀を正していかないといけないから、今日はこれでねレースに出てスレスレ通るな。ちょっと待ってこれめちゃくちゃ難しいな。これあれですね、あのとりあえず10キロぐらい先なんだけど、慣れていく必要があるね。レースに出る前にこの目的地に向かうまでにこれ慣れていかないとこれやばいですね。はい、ということで皆さんね一緒に、ジュリア交通のバスあの頑張っていきましょう。よし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 、 OKOK。 いやいやいや、もうほんとね、あの予作カップは非常に盛り上がって本当に楽しかった。本当にね、またいつかこういうのやっていこうかなと思いますんでね。はい、さあそしてまもなくね、バス停が近くなってきますんでね。はいはいはい、バス停バス停バス停、はいはいバス停、はい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 、ちょっとバス停、はい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 、ここね、ここ、この看板バス停。ウィーワーワーワーブシュー、ボン、はい、発車。本日もご乗車ありがとうございます。ジュリア交通、ジュリア交通の39番系統、39番39番系統から最近言えないのか、ジュリア。ちょっと39番系統のフォルツァホライズン行きでございます。はい、もうちょっとネタがないわ、ごめん、ネタがない。ちょっとなんかリアルな地名出したらなんか怒られそうだから、ちょっとその辺はやめとくわ。はい、 OK。 もうなんやかんやで7キロ先ですからね。はい、さあ運賃は、整理券はね、整理券ちゃんとね運賃箱に入れてくださいよ。はい、 OKOK。 素晴らしいバスの運転手だ。これはもうタクシーよりも早いぞ。おおおお、皆様本日のご乗車ありがとうございます。 400m turn right。 座席ベルトは必ずお締めになってください。シートベルトしてない方は途中やむを得ず急停車、急ブレーキする可能性がありますので飛んでいきます。ご注意ください。よし、 OK。 あー、ちょっと待って待って待って、よし、もう5キロじゃねえか。早いな、やっぱりザ・クルーツーとは違うな。やっぱり狭いですよね、個人的に思うけど。フォルツァホライズン4は中身が濃いけど、やっぱりまあ狭いなって感じがしますね。よしよし、 OK。 いい感じいい感じ。これみんな後ろ乗ってる？あ、後ろが見れないのか。これで見るのか。あ、見れないな。よっしゃ。オーケーオーケー。ジュリア交通のバスね。たまにはこういう風にこっちの三人称で行きましょう。ちょっとマフラーがね、ちょっと道路にめり込んだりとかするのが、ちょっとそれがちょっと気にはなるかな。ちょっと気になるね。さあ、オーケー。さあ、ジュリア交通、今日もね、頑張って、お客様をね、しっかりと目的地まで安全にお運びいたしましょう。よし、ジュリア交通、素晴らしい。ご気分の優れたい方は、前のポケットの袋をご利用ください。次はレース会場です。直ちに降りたい方は降りてください。もうでも誰も降りれないしな、これ 2.3 キロ。さあ OK。 ここでね、どんなレースを繰り広げられるか。あ、ここってあれですね、映画監督の事務所の近くですね。これ映画監督の事務所の近くね、これね、ここら辺ですよね。ここだここだ、映画監督、元気にしてっか、元気にしてっか監督。俺だいぶ私成長したよ。よし、 OK。 残り 1.3 キロ。もう早い早いもんだ、これ早いもんですわでもだいぶね慣れた感じはする。雨が降ってきたな。だいぶね慣れましたよ、だいぶ慣れてきた慣れてきた。これあの最初はちょっとどうなるかと思ったけど、てめえ邪魔だてめえ、この野郎。あ、バス停通過した、バス停通過した、ボコボコなった。はいはい、 OK。 ではね、もう間もなくね、終点に着きます。はい、間もなくレース会場です。運賃は運賃箱に入れてください。はい、ではね、今からロードレーシングシリーズやっていきましょう。これでね、イベント設定始めます。これでね、もう初見ですからね、何が起きるか分かりませんよ。このイベントでレースできますよね。せっかくだったらこの車で走りたい。オッケー、いいじゃねえか。クラシックカーばかりのレースになるぞ。さあ来たぜ、ジュリア交通のバス。さあ、運転手はこんなにチェケラッチョな感じでふざけてるけど、内心は非常に優しい女の子です。はい、お客さん全員降りましたか。まあこれから乗ってくる、これからどんどん乗ってくるからね。はい、車高下げすぎだろこれ。よし、いいだろう、頑張っていこう。おっと、夜のレースか、かっこいいじゃないか。さあ、ということでジュリア交通の運転手ジュリアさん、これからね楽しくやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではレースイベント開始の世界へどうぞ。よっしゃ、やっていこうじゃありませんか。おっと、ちょっと待って、同じジュリア交通のバスがもう一台いたのか。さあ、ということで、おっと、ちょっと待って、ピール P50 がいたピールがいたじゃない。てか可愛いレースだなこれ。よし、 OK。 ちょっと
ちょっと待って、ちょっと待って、ちなみに邪魔だ、てめえこれ。ちょっと待って、なんちゅうお前、壮絶なレースになった今、ちょっと第一コーナーでなんか4、5台なんか突っ込んでたぞ、おい。ちょっと待って、今のは面白すぎるだろう、ちょっとかなり邪魔だったぞあれ。第一コーナーえらいことになってたな、ちょっと今のもうそのおかげでお前めっちゃ差ついたぞ、ちょっと面白いな。そしてこの上位3人全員ジュリア交通のバスだわ、これジュリア交通バス1台だけかと思ってたらいつの間にか勢力を拡大してたんだな。さすが金持ちジュリア城だな、ちゃんと運転手も雇ってたんだな。さあ、オッケーオッケー、まあこっからよ、こっから頑張っていきましょうよ。よしよし、ジュリア交通のバスには負けないぜ。あ、違う違う、ジュリア交通のバスじゃないわ、他の運転手さんには負けないぜ。よし、オッケー。さあ、ここでまずね、サイドバイサイド、そしてここで潰してもいいんだぜ。さあ、後ろから私行くわよ、覚悟しておきなさいよ。よし、オッケー。さあ、これもう、でもね、多分ね、こういうロードレーシングのレースってこういう後ろからパパ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 パ、あ、ルーフが取れた。ルーフが取れた、ルーフが、はいはい、1になった、オッケーオッケー、よし、いい感じ、ちょっと強引だけど、はい、まあでもこれクリーンレース関係ないからいいんですよ、このゲームは。はい、よし、やっていこうぜ。これでもあれだね、あの普通にロードレーシングで、あのバチバチのそのサーキット仕様みたいな、あの速い車で行くよりかは断然こっちの方が得ですよね、やっぱりね。やっぱりそれはね、こっちの方が得よ。うん、それはだってあんな速い車でね、 S2 の990とかなんかそういう車で行ったらさ、絶対多分ね勝てないんですよ、 AI が超速いから。でもこれは僕何もカスタムでいじってないし、なおかつあのこのフォルツァ のスキルブースト、フォルツァエディションだからね。でもそのあたりでレベルは高くなってるけど、これ他にもいっぱいピール、P50 やら、あ、やばいやばいやばい、チェックポイント3通過、気をつけて。はいはい、オッケーオッケー。そのピールとかさ、まあ、ワーゲンとかいろいろ走ってたけど、その子らのレベルも一応合わせてるってことですよね、このフォルツァエディションもね。なんかそのあたりちょっとよくわかんないけど、だから結局は、レベル的には多分一緒ぐらいだと思うんですよ。うん。まあだからあとは、まあ、何もなくね、遊べればいいんだけど。よしよし。よしよしよし、オッケーオッケー。オーケー、いいぞ。これでもあれですね、ちょっと3人称視点からちょっといろいろドライバー視点に変えてみたいんだけど、ちょっとねコーナーが多いところはちょっと怖いからね、これチェックポイントがあるやつはねちょっと怖いんですよ。てかもう絶対にねレースって言ったらチェックポイントあるんだけど、ちょっと余裕があるから変えてみようか。もうボコボコじゃねえか、もうこれバス、これバスの修理代にどれぐらいかかると思ってんだよ、ジュリア。よし、オーケー。あー、ちょっと待って、すげえな、ジュリアみたいに向いてきたな今こいつ。ちょっと待って待って、お前ちょっといい加減しろよ、社長は私だぞ。オッケー、てめえこの野郎、追い抜くんじゃない。よし、オッケー、これでこっちこっち。おお、びっくりした、ダムの中走るのね、バス。もうお客さん全員気絶してるわ、もうあのバスのポケットに入ってるエチケット袋を使う暇なく気絶してるみたいだわ。よし、よし、もう終点に着いたらね、もうお金を今日はいただくことはやめよう。はい、まあね、もう気絶してますからね、お金、これでお金もらったらね、もうちょっとえらいことになるから。よし、オッケー、もうこれでやっと 50% よ、 50%。はい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 、まあでもこういうね、たまには、まあいつもね、毎回こういうね、あのネタ的な車でレースするわけじゃないんでね、あのたまにはちゃんとした、サーキットみたいな車でねガチレースもするけど、たまにはいいでしょ、やっぱりロンドンに戻ってきて、イギリスに戻ってきて、やっぱり最初はね、やっぱり あの面白くやっていこうよ、本当に。てかもう後ろ全然来ないな、あの第1コーナーで全員突っ込んでいった4台か5台のちっちゃい車はもう多分もう再起不能になってるんでしょ、あれあれは多分個人タクシーですね、これはね。あの普通2種免許を持ってないと出れないレースだからね、みんなサクジュリアはね2種免許持ってこうやってバスの運転手やってるけどね、一応中型と大型の2種免許持って、おっと、後ろ来た、後ろ来てる、後ろ来てる、なかなかやるじゃないかこいつら。よしよし、いい度胸してるな、このジュリア交通のジュリアのバスを、ジュリアのバスを煽るなんていい度胸してんじゃないか。よし、 OK、 よしよし、おお、ちょっと、おー、抜くんじゃない、抜くんじゃない、あ、ちょっと待って、バスじゃない、個人タクシーの運転手来た個人タクシーの運転手だと、個人タクシーの運転手よ、しよしよしよし、個人タクシー、OK、 高速入った、高速入ったらこっちのもんよ、高速道路入ったらこっちのもんだ。へへ、ジュリア交通よ、さあお客様起きてください、高速道路ですよ。ちょっと待って、やばい、OK、 いい感じだ、素晴らしい、 OK、 これでいいぞ、あまり速度出すね、あまり速度出したら危ないからな。 OK、 ここで高速降りるのか、もうの降りるのか、ここ高速面白くない、高速道路でしっかりと走ってくれよ。よし、 OK、 そして次左折、こういうね、コーナーは結構きついからね、コーナーはね。よし、 OK、 さあ火花散らして後ろのドライバーの目をくらませた、太陽拳だ。よし、このままいけ、もう 75% 75%、 早いよ早いよ、もうここまで来てミスは許されないよ、
ここまで来てのミスはもう最悪だぜ。ミスして、あのミスするぐらいだったらもう2位とか3位でもいいから、とにかくゴールしよう。はい、 OK。 あ、でもこれ1位じゃないと勝てないのかな、またこれあのボスみたいなやつだから、わかんないわかんない。かといってあんまりマップとか今パーセンテージとか見たらちょっと危ないから、もう何も見ない、もうただもう先の道路しか俺は見ないぜ。さあ、タクシーの運転手さん来るか。ジュリア交通はもうライバルですからね。ジュリア交通も早いから、これもうお客様全員本当気絶中だからね、今の間に行かないと。後ろで騒ぎ出したらね、ちょっと運転手としては困る。おお、ちょっと待って、困る。やばいやばい、よしよし。っていうかもうほら、もう台数が少なすぎるじゃん、これ、後ろ来てるの。12台走ってるはずなのに、5台ぐらいしか後ろにいないぞ、これ。あとの6、7台どうなったんだ。途中棄権したのかな。さあ、オッケーオッケー、ぼちぼちよ、ぼちぼちちょっと気をつけないといけない。もう 91% だからね、ぼちぼち本当に気をつけろよ。さあ、まもなく終点のゴールです。まもなく終点です。本日のご乗車ありがとうございました。ジュリアコース運転手私サクジュリアが皆様を目的地終点まで。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。やばいやばい、抜かれる抜かれるか。あ、大丈夫だ大丈夫だ。オッケーオッケー。さあ、ジュリアコースサクジュリアでした。また皆様ご指名よろしくお願いいたします。本日のご乗車ありがとうございました。よしたー、オッケー、フィニッシュよ。ジュリアやってくれた、ありがとう。お疲れ様。That was amazing. I don't think Rebecca could have found a better road racer if she tried. So, tell me, how does it feel to be Horizon's new road racing champion? いや、やっぱりね、レーシングチャンピオンっていうのはいいね。しかもこのサンババスでっていうのがね、非常に良かった。はい、いいですね。なんか個人タクシーの運転手も今ジュリアにめっちゃ似てたな、今。ちょっとジュリアにすごい似てたぞ。よし、オッケー。これでレース勝利ということ。多分1位取らないといけなかったね、やっぱりこれはね。はい。よかったよかった。そして、レベルも上がっていい感じ。さあ、オッケーオッケー。このスーパースキルブーストのサンババスが非常にかっこいいですね。ありがとうございます。さあ、そしてスーパーホイールスに来た。今のちょっとマクラーレンちょっと欲しかったけど、オッケー、どうだ、何が当たる、お金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 。帽子がいらない。うっ、カッパピッピッパピッポンポン、イエローブーツ。はい、イエローブーツ。やってきました。ありがとうございます。素晴らしいじゃないか。素晴らしいレースをありがとう、サクジュリア。本当に、本当にありがとうな。これはいいな。この車マジで気に入ったな。これナンバー金色っていうのがいいね。金と黒っていうのが非常にいいですね。ありがとうございます。そしてここにね、この軌道上にずっといたら、またあのフェラーリ360モデラの時みたいに、あのチャレンジストラダーレの時みたいにね、引かれるからね。はい。いやー、いいですね。今これちょうど朝かな、明け方になるのかな、これ。はい。非常にいいですね。はい。こんな感じですね。うん。かっこよかった。ジュリア、本当にありがとうな。素晴らしいじゃないか。いいレースだった、本当。はい。ということで、まあ、今日はこれぐらいにしましょうか。あと、ラスト、なんかこの、なんか、この辺の、なんか撮っているこれ。ファストトラベルボード。じゃあ、これ撮りに行って、これ撮って終わりましょう。これ撮って終わろう。今日はバスでね。はい。よしよし。いやー、でもやっぱりレースはいいね。レースは楽しいですね。いや、ちょっと待って、わざわざこっちまで来て U ターンさせるか、これ。よーし、OK。いやー、ジュリア交通、やっぱりいいわ。これジュリア交通のバス乗りたいわ、俺。本当。あー、ちょっと待って、待って、待って、誰か来たよ。OK。いや、ジュリア交通、マジ楽しい。よーし、OK。では、ここで、まだ先か、まだ先ですね。なんか、フラフラしてるけど、皆さん大丈夫ですか？はいはい。まあ、ここは前回ね、全部 ST1 で走ったところですからね。近くにファストトラベルボードが多分あったと思うんですけど。よし、OK、いい感じよ。いやー、でもやっぱりいいね。ロードレーシングは本当行き詰まったら、もうこういう車でレースすれば絶対勝てるわ。本当にね、普通にサーキットみたいな車だったら全然勝てないわっていう時は、もう最終手段はこういう風にネタ車で行く方がいいね。ピール P50 とかね。多分あれ AI 絶対弱いよ。あれにすると AI は必ず弱いから。多分ね、間違いなく勝てるわ。はい。さあ、ということで、まもなくね、おっと、あー、てめえ、この野郎、どこに見つけてた、てめえ、この野郎、おい、てめえ怖い、ジュリア、怖い、怖い。ほら、あの人たちも全然、ほら、避けてるわ。ちょっとどうする、あいつのとこもう一回行くみたいな。やべやべ、止まろうとしてんぜ、みたいな。はい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 。よしよし。ちょっと、今のちょっと謝罪が必要だな。謝罪が必要だな。謝罪が、おい、謝罪がないぞ、おい、ちょっと、謝罪がないぞ、BM。おい。おい、何パッシングしてんだ、おい。おい、てめえ、おい。
今問題になってるからね。こういうのはゲームですからね。ゲームですからいいんですよ。これ実際に絶対やってはいけませんよ。はい、絶対にやらないように。さあ、ということでこの辺りですね。この辺りにあるのかな、ファストトラベルボードが。さあ、多分あったあった。多分ね、住人も、うわやべえジュリア来た、やばい、目合わせんな目合わせんなみたいな、ちょっと庭はちょっと崩れるけど、ちょっともう目合わせんなよみたいな感じになってるよね。はい、ついでにここのも回収しておきましょう。オーケーオーケー、いいね。なんか釣りができそうですね。なんかファイナルファンタジー15で言えば、なんかここで釣りができそうな感じですね。はい、オーケー。さあ、ジュリア運行のバス、オーケーよ。よいしょ。まあ、まだ本土になると144しか破壊してないもんな。そう考えるとすごいね。これ200全部破壊しただけで、フォロワーっていうか影響ポイントがすごく増えそうですよね。はい。さあ、ということで今からはもう終わったんでね、次次回何するかとか、そういったところをね、いろいろ考えてね、いきましょう。あとはこれは目的地は、なんか看板とか最近見てないけども、特に何も書いてないか。湖が近くにあるというぐらいですかね。はい、では後ほどっていうか、また次回ね、いろいろ遊んでいきましょう。まあ宝、お宝はね、なんかエディンバラ城を買わないと最後の15代目が解放されないらしいんで、まあでもそれはね、お金的な問題があるのでまだ無理なんですよ、それはね。はい、でここが今家で、ファストトラベルをするというか、まあ、そういった家をまあどうのこうのしていくのもいいんだけども、あとはそうですね、そういうスピードトラップやっていってもいいし、あ、そうそう、このエキシビションマッチというか、まだこれをね、終わらせてないところがあるんですよ。ここは今回クリアしたけど、ほらこういうとこね、あ、これはクリアしてるね。なんかどっかあったよね。あ、この辺ですね、この辺、ほら戦闘機みたいなやつ、これ。はい、このこういうところもやっていきたいし、こういうね、ダートレーシングで今度スバルの WRX とかでね、やりたいし、まあいろいろとやりたいことはいっぱいあるしね。あとこういった影響ボードを、まあただ影響ボードを雑談しながら影響ボードを壊すだけの旅みたいなね、そんなのもやっていきたいんでね。うん、話のネタが持つかどうかわかんないけど、てか絶対持つわ、俺めちゃめちゃ喋るからね。はい、ではではでは、そんな感じで次回もやっていきましょう。楽しくね、頑張っていきたいと思います。はい、で、またいろいろと、まあ、やることが多いんで、このスーパーカーレンタルのやつとか、あとタクシーのビジネスってどこですか？タクシービジネスってなんかどっかで、これでできますよね？ビジネスとか、なんか、ショーケースイベントする、なんかビジネス、あれ？あ、これだね。これだけ、これにすれば多分、タクシービジネスが多分わかると思うんで、それでちょっと調べていこうか。ちなみにこういう風にやっていくと、多分ね、スピードゾーンじゃなくて、そういう他のやつが全部消えて、このスピードゾーンっていうか、あれだけ残るんですよ。で、これでやると、ほら、これがビジネス。これがスーパーカーレンタルでしょ？タクシーのビジネスがどうのこうのとおっしゃってたやつが、これ違うね。ドリフトクラブだもんね。ドリフトクラブと、これも違うね。これも違うね。ストーリー。これは全部やってるからね。スタントドライバー俺大好きだったから、これも違うよね。これか！これだ、これだ、これだ、これだ！タクシービジネス。これ。これもやっていこう。これもね、ちょっと、気になってるんで、これ、ジュリア交通の運転士だからね、やっぱり。そういうのをやっていきたいと思いますんでね。よろしくお願いします。これですね。なんか、これの方がゼロ系新幹線に見えるのは気のせいかな。コアラ。コアラに似てる、コアラ。パク、コアラって。コアラって泣くの？って泣くのかな？わかんない。コアラのイメージってわかんない。コアラって泣くんですか？コアラって。コアラが泣くんだったら多分、みたいな。もういいわ。はい。ということで、また皆さん、作の部屋よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回ね、このちょっとタクシービジネスやりましょう。はい。ということで、皆さん、次回もお楽しみに。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。